えー、キッドさん、スパチャありがとうございます。ツイッター見たのですが、ウエストブルック先輩をスクリーナーとして使わない理由は何ですか質問箱でシュート力のなさを隠せるしと書いてますが、むしろシュート力のなさが露呈するし、ピックアンドロールのスペーシングが悪くなりそうかなと、低 IQ な僕は考えてしまいます。いや、あのね、これめちゃめちゃ上級者の話だから、ごめん、全然その話をね、振られることをすっかり忘れてたわ。 ちょっとじゃあ、口だけで頑張るわ。あの、ウェストブロックをスクリーナーとして使えばいいんじゃないか説。これやっぱブルース・ブラウンとか、ね、ゲイリー・ペイトンとかやってるんだから、ウェストブロックもあれやれいいんじゃないのって思ってる人もたくさんいますと。なのにもかかわらず、ボーゲルはやりません。そんなに。これってなぜなんだろうっていう。それはボーゲルがアホなのか、それともちゃんと考えがあるのか。 で個人的にはちゃんと考えがあると思ってて、おそらくこういう理由なんじゃないかっていうのが一個あるんだけど、まずバスケットって、あの、これ前も言ったけど、クローズアウトシチュエーションを作ってカウンタードライブ。これがバスケットの中で一番簡単な動作なのね。それはもちろんね、 ディフェンスがさ、自分の目の前にいる状況で、ジャブステップしながら1対1で抜くよりも、相手がブワー追いかけてきて、前からさ、走ってきて、それをね、カウンターで抜く方が、はるかに楽なわけじゃん。だからピック使ったり、ハンドオフしたり、ポストプレイしたり、アイソレーションしたり、いろんなシチュエーションがあるけど、その中でも一番簡単なのは、クローズアウトシチュエーションですと。 だからこのクローズアウトのシチュエーションをこういかにうまく作れるかで、そこでオフェンスはねあのより楽にクローズアウトのシチュエーションでより楽にどう攻めれるのかっていうのを考えなくちゃいけないんだけどここでウェストブロックがスクリーナーになってしまうとそれがうまくいかなくなっちゃう可能性が高くなるっていう話なんですよ。 で、例えば、えー、じゃあ、普通のビッグマン、コディ・ゼラーがね、コディ・ゼラーさんが、えー、デミアン・リラードにスクリーンかけに行きましたと。で、じゃあ、ズバッチがついてるとするじゃん。ズバッチがゼラーについてます。で、じゃあ、例えばだけど、ズバッチがハードショーするとするよね。ハードショーしました。で、リラードがピック使って、ハードショーでプレッシャーかけられました。 で当然、ハードショーすると、コディ・ゼラーがね、フリースローラインぐらいでフリーになるわけですよ。リラードにハードショーしてるんだから、相方のゼラーはフリーになるわけよね。だから、リラードはゼラーにパスするじゃん。当然、フリーだから。で、ズバッチはハードショー出て、ゼラーにパスされたら、自分の元々のマークマンはゼラーだから、ゼラーに頑張って戻ろうとするのよ。 でも、戻るまでに、ゼラーはフリーになっちゃってるから、うん、例えばクリッパーズで言ったら、バトゥームとかがコーナーからヘルプに行くわけよね。これはタグって言うんだけど、タグでカバーしますと。そうするとコーナーフリーになるじゃん。で、コーナーがフリーになるから、ウィングにいるディフェンダー、マーカス・モリスが、コーナーとウィング、両方とも守れるような体制で、 こう見守るわけよで、ゼラーはコーナーにいるフリーのサイモンズにね、パスするわけよ。で、この時にクローズアウトシチュエーションになるわけじゃん。俺が散々言った、えー、オフェンスはクローズアウトシチュエーションをうまく攻め,攻めたいっていう。だからゼラーがサイモンズにパスしたことによって、えー、ウィングにいるマーカス・モリスが慌ててサイモンズにね、こうチェックいくわけよね。やばい。 ヘルプしなきゃーっつって、チェックって行くわけよ。で、そうすると今度ウィングが開くわけじゃん。なぜならバトゥーンはゼラーを守りにタグ付けしてるから。で、その代わりマーカス・モリスがコーナーのサイモンズをヘルプ行ってるから。そうするとウィングにいる、えー、リトル君。リトルんが開くわけよ。で、このリトル君を誰が守らなくちゃいけないのかってなった時にね、 まあ、いろいろやり方はあるんだけど、えー、基本的なやり方としては、えー、ハードショーに出た、えー、ズバッチがゼラーに戻るんだけど、ゼラーに戻るんだけど、ゼラーに、えっ、ー、と、今、これ、これがズバッチね、これズバッチね、で、これゼラーね。こうゼラーがフリーになります。 フリーになります。だからバティウムがタグ付けします。で、えー、ゼラーがこう追いかけます。で、その時にコーナーにね、サイモンズ君いる。だからゼラーからサイモンズにパスが行きます。で、マーカス・モリスね、これマーカス・モリス。マーカス・モリスがサイモンズ君をヘルプします。そうするとここにいるリトル君がフリーになっちゃう。 でこのリトルを誰が守るべきなのかっていうので、いくつかやり方あるんだけど、今この状況を見ると、誰が一番このリトルに近いかっつったら、要はこのゼラーさんなんですよ。あ、ゼラーね、ズバッチなんよ。バテムが行くパターンもあるんだけど、ズバッチの方が近いから、このままズバッチが行った方が効率いいよねっていう。で、ゼラーはこのバテムが頑張ってついて、 ズバッチがクローズアウトするっていうシチュエーション。で、この時にズバッチ vs リトルだからスピードのミスマッチでさ、ズバッチなら余裕で抜けるじゃん、リトルは。ついてきてるみんな。<laughs> みんなついてきてくれ。頼む。俺はこれ以上うまく説明できん。で、このリトル vs ズバッチに、 えー、っていうシチュエーションになることができるのよ。このゼラーがスクリーンをするとね。わかるセンターのゼラーがスクリーンすると、巡り巡って、リトル vs、えー、ズバッチっていう構図にね、ここになるわけよ。だからここでドライブがうまく決まって、バッティムヘルプします。で、最終的にゼラーがフリーで、アリウープでダンクみたいなシチュエーションがやっぱバスケットはね、すごい起こるんね。 なんだけどって話。こっからよ、本題は。これが、もし、ここがウェストブルックになった場合、みんなどうなるか考えて。ウェストブルックスクリーンするわけでしょウェストブルックロールするわけじゃん。じゃあ、ウェストブルックについてるディフェンダーってズバッチですか違いますよねって話ないウェストブルックについてるのは、じゃあ、例えばマーカススマートだとするじゃん。ってなると、同じシチュエーションでもね、 マリック・モンクについてるのがマーカス・スマートだとして。ごめん。マリック・モンクに、ここにいるマリック・モンクにマーカス・モリスがついてます。ウエストブルクがスクリーン行きます。で、ガードとガードのスクリーンだから、ここスイッチできるわけじゃん。スイッチしますよ、スイッチしますよってなるじゃん。マーカス・スマートが、マーカス・スマートがウエストブルクにつくことになるよね。で、ウエストブルクフリーになるとするじゃん。 ちょっとの間でマリック・モンクからウェストベクにパス行くとするじゃん。でそうすると、このコーナーにいるディフェンダーが、えー、カバーに行くわけよね。で、マーカス・モリスが追いかけるわけよね。で、さっきと一緒よ、コーナーが空くから、今度コーナーにいるディフェンダーがカバーダウンするわけよね。そうすると、ウィングにいる選手がフリーになるわけよね。で、このフリーの選手、誰が守るのかって言ったら、 えー、コーナーにいるディフェンダーじゃなくて、えー、ウェストブルックを守ってたマーカス・スマートが近いから、マーカス・スマートがクローズアウト行くわけよね。わかるこのシチュエーション。さっきと全然違う。さっきはゼラーがスクリーン行ったから、ここがズバッチだったんよ。でもウェストブルックがスクリーンしちゃうと、マーカス・スマートがスイッチして、ケツを追いかけて、 追いかけた後にローテーションに加わるのが、そのままマーカス・スマートになるわけよ。めちゃめちゃ抜きづらいじゃん、これ。マーカス・スマートにクローズアウトされてみ多分ここがフィニー・スミスとかさ、ね多分シューターの子なの。JJ ・レディックとかカイル・コーバーとかね。シューターがここにいること多いわけじゃん。そんな選手がママーーカススマートに こうクローズアウトされて簡単に抜けますかって話じゃない <coughs> 大丈夫。<laughs> ついてきてる、俺。わかるで、そもそもね、今、細かい話したけど、そもそもよス、スモールとスモールのスクリーンだから、もうシンプルにスイッチされて終わるのが半分締めるんよ。 わかるなんか、ウェストブックがスクリーンすれば、必ずフリーになるみたいなシチュエーションでみんな考えちゃってるけど、いや、何を言ってんのって話じゃないのそもそもスモールとスモールでしょ。マリック・モークとウェストブックのスクリーンなんてさ、今言ったマーカス・スマートと、えー、ジェイレン・ブラウンみたいな状況なわけじゃん、ディフェンダーが。いや、普通にスイッチできるやん。だから、そもそもスイッチされやすいから、ガード同士のスクリーンってあんまうまくいかないよねっていうのがまずあるわけよ。 だそれをまずすっ飛ばしちゃいけない話だし、で、まあでもたまにね、たまにっていうか半分ぐらいはフリーになれますと。っていうのもスリップしたりとか、バンプして先に走ることっていうのは、まあ2回に1回ぐらいはそういうシチュエーションになるから、まあだからスモールとスモールのスクリーンでもゲイリー・ペイントとかブルース・ブランがやるのは有効だったりはするんだけど、 ただその残りの半分も今みたいな、こう、クローズアウトシチュエーションになった時に、うん、ズバッチみたいなビッグマンじゃなくて、機動力のあるガードがクローズアウトの、その、ローテーションに加わってしまうことでね、ことで、チームにいるフィニッシャーに、フィニー・スミスとか、アリーザとか、 カイル・コーバーとか JJ ・レリックみたいなフィニッシャーにすごい負担がかかってしまうっていうのがやっぱどうしてもあるから。お疲れ様です。じゃあねー。